なあ、肩トレ頑張ってんのに全然メロン肩ならへん。なんでこんな丸くならへんねやろ。ん？それどこ聞いてんねん。それショルダープレスの座り方逆やろ。ショルダープレスっていうのはしっかりと背中をシートにつけて腹筋に力を入れた状態でバーを上に押していくね。下ろすときは耳よりも下に落ちひんようにしっかりと固定することで肩に効かすことができるね。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。後ろ向きでやることでリアミドルに効くからリアミドルがパンプアップしてめっちゃ肩丸くなってる。いいやん。この美味しさまさに伝説級。ビレレンドスポーツ&ウェルネス。いいね、今日のジムで流れてる BGM。 この曲に乗ってトレーニング頑張ってこ。ん？それどこ聞いてんねん。シートあるんやからシート座ってやりや。何のためにシートあると思ってんねん。ラットプルダウンっていうのはシートに座ってパッドに足をかけて胸を張った状態をキープしながら肩が上がらへんように意識して引いていくねん。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。ラットプルダウンってストレッチを意識するイメージがあるけど、これは収縮がすごい。待って、背中がパンプアップして手が届かへん。手が届かへん。エネルギーを手に入れたプロテイン、ビレジェンドスポーツ&ウェルネス。今日もあられ言ってくれ。筋トレしたら腹パツル。それどこ聞いてんねん。チェストプレス、そもそもバーついてんのになんでバーをまたつけてるの。チェストプレスっていうのは胸の乳首のラインにバーを合わせて胸を張った姿勢をキープしながら大胸筋チューブを使って押していくね。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。あー、これはすごいぞ。胸にもちょっと入るけど三頭筋にめっちゃ効く。待てよ、ロックされた。出られへん、出られへんやん。この美味しさまさに伝説級。ビレレンドスポーツ&ウェルネス。あー、払いたい、やばいやばい、払いたいって。それどこ聞いてんねん。このマシン、アウターサイって言うとお尻を鍛えるマシンな。しっかりパッドに膝を当ててお尻の力を使って開いていくねん。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。うわ、これ大胸筋下部の内側に効く。めちゃめちゃいいトレーニングやん。即採用。エネルギーを手に入れたプロテイン、ビレジェンドスポーツ&ウェルネス。プレートもいつもありがとな。みんなシートとかグリップは吹くけどプレート吹かへんもんな。いつもの感謝を込めて俺は今回吹かしていただくわ。ありがとな。それどこ聞いてんねん。いや、そのマシン手じゃなくて足で押すマシンやって。レッグプレスっていうのはしっかりとシートに座ってレッグプレートに足をつけて足で押していくね。つま先も少し外に向けて内股にならへんように意識しながら押していくのがポイント。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。なんや、この種目は肩のフロントがやばいやばいやばい。この美味しさまさに伝説級。ビレレンドスポーツ&ウェルネス。インクラインの角度ってもうちょっと高い、高くないか低い。いや、もうどっちや。待て、上げて、もう違う、真ん中ないんかよ。それどこ聞いてんねん。その角度は首痛いやろ。胸の下部を狙いたいんやったらフラットにしたベンチに足を上げてお尻を上げた状態で自ら角度をつけてプレスしていくね。角度も自分で調整効くしやりやすいやろ。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。うわ、胸の下部にめっちゃ効く。よし、このままストレッチを効かずにケーブルクロスオーバー。エネルギーを手に入れたプロテイン、ビレジェンドスポーツ&ウェルネス。今日何の種目から始めようかな。とりあえずジムの混み具合で決めようか。どれどれ。それとも聞いてんねん。シーテッドローのシートによってる。トライセプスエクステンションをケーブルでしたいんやったらケーブルを上に設定して前屈した状態で行っていくと肘も痛めにくく、めちゃめちゃトライセプスに効くね。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。このやり方骨盤固定されてめちゃめちゃ安定して三頭筋に効く。よし、今後はケーブル開いてへんときはこのトレーニングやろう。この美味しさ
まさに伝説級ビレレンドスポーツ&ウェルネス。歩きながら上半身のウォーミングアップできるこの歩き方最高やん。ん？それどこ聞いてんねん。体倒しすぎやろ。ラットプルダウンっていうのはシートに座って上半身を地面とほぼほぼ垂直の状態でセッティングしてパッドに膝を当ててできる限り後ろに倒れるような反動を使わずに肩甲骨を稼働させて引いていくね。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。まるでシーテッドローのトレーニングしてるみたいや。これでシーテッドローがないジムでもシーテッドローできるぞ。さあ新種のウォーミングアップしながら次のマシンへ。この美味しさまさに伝説級ビレレンドスポーツ&ウェルネス。さあ今日はペクトラルフライから始めていこう。うん、それどこ聞いてんねん。可動域あっさ。ペクトラルフライっていうのはしっかりと胸を張った状態でストレッチもかけていくけどしっかりと収縮するマシンやねん。ストレッチする時も手首が肩よりも後ろに行ってしまうと胸から抜けてしまうからそこのラインまでしか戻さんくていいねん。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。収縮線でもストレッチだけでめちゃめちゃいいな。これストレッチだけしたい時に採用やろ。この美味しさまさに伝説級ビレレンドスポーツ&ウェルネス。やっぱこのチェストプレスのマシンめっちゃ効くな。さあ次は何しようかな。それどこ聞いてんねん。そんな横向きに窮屈にやらんでいいやろ。スミスマシンでナローベンチをしたいんやったら普通にフラットのベンチに寝転がって手幅を狭くして胸の中央あたりを意識しながらプッシュしていったらいいね。さっきのフォームってどんな感じやったっけ。ちょっとやってみよう。こんなフォームでやって効くわけ。効くわ、めっちゃ効くわ。なるほどな。手の向きがニュートラルになることでこんなに胸の中央あたりに効くんや。それにしても首が痛い。エネルギーを手に入れたプロテインビレレンドスポーツ&ウェルネス。